ンサーの藤本久美です。ここからはクスクスのお時間をどうぞお楽しみください。今日は私が大好きなたこ焼きについて紹介します。はい、馬たこ焼きクラブと出ましたけれども、本当にたこ焼きが大好きで、定期的にどうしてもね食べたくなる時があるぐらい大好きなんです。イオンモール岡山4階のフードコートにも築地銀だこがありまして、行かれた方も多いのではないでしょうか。今日はここの築地銀だこから3種類のおすすめメニューを紹介します。まずは定番の絶対うまいたこ焼きです。もうね、築地銀だこを代表するたこ焼きなんですが、今日はすべて8個入りの値段を出しておりますね。はい、このたこ焼きはね、食べられた方が、多くいらっしゃると思うんですけれども、私も大好きです。いただきますね。さっきスタッフさんに届けてもらったので、熱々。って本当にこう外はカリッとしていて中はトロッとしているという、もう最高、それが本当にやみつけになります。ね、タコがね、中に入っているタコがプリプリで大きいんですよね。そこも嬉しいポイント。とこの私も大好きなソースは研究を重ねて生まれた特製ソースなんですが、特製ソースなんですって興奮して、美味しいな、このトロッとろの生地。ちょっとすいません、もう一個もうこんなに大きいのに一瞬でなくなっちゃう。あー、たこ焼きって美味しいですね。幸せ。さあ、この定番のたこ焼きはご存知な方も多いと思うんですが、次に紹介するメニューはコクうまチーズペッパーです。はい、こちらなんですけれども、コクうまチーズペッパーは全国の築地銀だこの店舗によって販売しているところもあるそうなんですが、岡山県で食べられるのはここのイオンモール岡山4階のフードコートだけなんですね。すごく特別感がありますよね。実はね、私もこのコクうまチーズペッパーをいただくのは初めてなんです。すごく楽しみです。いただきますね。わ、チーズもたっぷりかかってる。よいしょ。いただきます。うわ、おいしい。がっつり系です。わ、これお腹空かせてたこ焼き食べたいってなった時はこのコクうまチーズペーパーすごくいいかも。もちろんカリッとろっとした生地の上に、あとね、チーズもたっぷり乗っていて、ちょっとまろやかさがプラスされますね。このソースとの本当に相性もバッチリ。わ、これは美味しい。ちょっと今まで食べてなかったのを後悔するぐらいやみつきになる味ですね。一度食べたらこれは定番になるかもな、自分の中で。本当美味しいです。うん、美味しいぜひ岡山ではイオンモール岡山4階のフードコートでしか食べられないので、皆さんも挑戦してみてください。はい。そして最後に紹介するのは、もうこの時期にぴったりの期間限定のたこ焼きメニューを紹介します。それがごまじそおろしです。はい、人気の贅沢ネギだこシリーズの上にフレッシュな大葉とシャキシャキの白ネギがたっぷりと乗っています。そしてポイントなのが専用のソースがついているんです。このソースは青じそポン酢と大根おろし、ごま油を自分でこう加えて、これにね、好きなだけね、こうつけて、まあ、もちろんかけて食べるのがいい方はそうお好みでできるんですけれども、
つけていただくそうですよ。しょ、ネギだこシリーズ自体が本当に大人気ですもんね。それに新しくこうさっぱりメニューが出たということで、なんかたこ焼きをこうディップするっていうのが楽しい。たっぷり、はい、メニューにもたっぷりつけてと書いてました。いただきます。あ、いいごま油の香り。これは合うわ。これはすごい相性、本当にさっぱりですね。あのなんて言うんでしょう、プリプリの大きなタコとこう生地によって食べ応えはあるんですけれども、大葉のいい香りと白ネギのシャキシャキ感がアクセントになって、確かにもう夏にぴったりだ。これは爽やか。ほら、こんなに具が全部2個目にいっちゃって本当すみません。お腹空いてて、これ定番のたこ焼きと多分もう1種類好きなメニューを注文するのがちょうどつけちぎんだこはいいかもしれないですね。美味しすぎて、もう全部本当に美味しかったですね。今日はイオンモール岡山4階のフードコートにある築地銀だこの3種類のたこ焼きメニューを紹介しました。他にもいろんなメニューが揃えられているので、ぜひ皆さんも足を運んでみてくださいね。さあ最後になりましたが、私が、出演しています難所の紹介をさせていただきます。毎週月曜日から金曜日平日の夕方4時15分に放送している見るえかも難所です。生活に役立つ情報であったりグルメや新店情報などゲストの方とすごく楽しくスタジオで展開してお伝えしていますので、ぜひぜひご覧いただければ嬉しいです。それでは今日は私のたこ焼き愛を紹介しましたが、最後までお付き合いいただいて本当にありがとうございました。それではまた次回のクスクスでお会いしましょう。バイバーイ。これかな。